これすごいよね水族館に届いたホストに1000万使っても好きになってもらえませんという相談これに対するクラゲ担当の飼育員からの回答が素晴らしすぎたって話なんですけど、まあ、どうしたらいいんでしょうかニックネームレーベルさん29歳女まあこじらせ荒さ独身だよねそしたら、えー、飼育員からのアドバイス、えー、ホストとお客さん魚たちと飼育スタッフの関係って似てる気がします 私たちは愛情を持って魚たちのお世話をしていますが、魚にとって私たちはご飯をくれる人と認識されています。それでも私たちは一生懸命お世話をします。好きだから、要するに見返りを求めてはいけないということですね。魚類、クラゲ担当さん。なるほど。でもちょっと、あの、餌を与えるのに代償、犠牲が。 激しすぎないか、ホストのお客さんはって思うけどね。だから、ローランドみたいなやつが、一般、なんつうの、市民権をさ、得てる時点でおかしいの。ホストで人気出てすごい人なんでしょキラキラしてるじゃん。あれは間違ってるからね、恥ずかしい人間だと思って、軽蔑するべきなの。だから、ローランドなんて、ね、はっきり言ってそこら辺のあれフォームレスとね、ローランドどっちのがね、人間的に立派かって言ったらね、変わんねえから。そんぐらいの気持ちで、 あのホストだの、キャバ嬢だのをあの、お金を巻き上げる仕事だからね、劣等感の強い人間から、そういうね、あの軽蔑する、だ間違ってる、いけない仕事、だ自殺と一緒、自殺っていけないわけじゃないですか、ね、ひろゆきも言ってましたよ、木村花さんが一番いけないって自殺をしてしまった決勝ホストもいけないんですよ、やってること、キャバ嬢も。っていうのを義務教育でちゃんと教えるべきかなって僕は思います、自殺はいけないこと、木村花さんは間違ってる。 間違っていたってことですどうもありがとうございました